なんだ？叶えてやる。3カード。悪いな、俺の勝ちだ。俺は勝利の女神と仲が良くてな。ま、そういうことだ。ん？フルハウス、ごめん、私勝利の女神と大の親友なの。ま、そういうこと。ふん、なかなかやるじゃないか。じゃね、もう一勝負してやるぞ。もういいって。それよりこれでアイスクリーム10個の貸しだからね。早く買って。10個もいっぺんに食ったら腹を壊すぜ。月に1個ずつにしろ。何よそれ、アイスクリーム買うお金もないの？あのどんな仕事でも解決してくれるデビルメイクライってここでしょうか？ああ確かにな。だがそれは俺の気の向いた時の話だ。今日の俺は機嫌が悪い。帰ってくれ。何言ってんの、しっかりと働いてアイスクリーム代稼いでよ。さあさあどうぞどうぞ、今お茶でも入れますから。おお、無実の罪で逮捕されたお兄さんを助けてほしいか。はい。罪状は？殺人です。でも兄がそんなことするはずがありません。第一、死んだクラウドさんは兄の大親友だったんです。それはどうかしら。仲がいいほど憎しみ合う場合もあるし。そんなことありません、兄に限って。証拠はあるのか？それは。帰りな。バカな母親がうちの子に限ってっていうのと同じだ。そういう心情ほど信用できないものはない。大ちゃん、あんた金持ってるのか？高いぜ。俺はアイスクリーム10個でいいんですけど。お金の代わりにこれを。きれい。お断りだ、ギャラはキャッシュで。ん？あいつどういうつもりだ。受け取っちゃったね、依頼料。おい、誰もいないのか？
はいよ。ストロベリーサンデー一つ。そんなガキの食い物はないね。だろうな。この手の店ではいつも断られる。しかし随分暇そうだな。あの事件のせいですっかり客足が途絶えちまってさ。迷惑な話さ。詳しく聞かせてくれ。その事件について。あんた何者だ？刑事か？そんなことはどうでもいい。話してくれたら店を繁盛させる秘訣を教えてやる。今でも信じられないよ。ケリーとクラウドは親友同士だったからな。どうやらケリーのやつは負けが込んでいたらしい。いきなりものすごい悲鳴が聞こえてきてな。俺のせいだ。俺のせいだ。そう言ったのか、ケリーってやつは。それが自白ってことで逮捕された。他に客もいなかったしな。何しろ全身がドロドロに溶けちまって、まるで悪魔の仕業だったぜ。ふん。で、今どこにいる、そのケーリーってやつは。デビルプリズンに収監されてるって話だが。モーリソン。聞いたぜ。お前まさかデビルプリズンに行くつもりじゃないだろうな。だとしたら。悪いことは言わねえ。やめておけ。あの刑務所に入って生きて出てきた奴はいねえって噂だぜ。地獄よりひでえってよ。たとえお前でも抜け出すことはまず無理だろうぜ。賭けるか？賭けにならねえだろうが。俺が勝っても賭け金を受け取れねえからな。おい、店を繁盛させる秘訣ってのは。ストロベリーサンデーを置くことだ。マジかよ。それでそいつよ。くそ、何のつもりだ。ゴミ掃除さ。町はきれいにしとかないとな。ふざけやがって。なかなかいいところじゃねえか。誰にも邪魔されずゆっくり昼寝ができそうだ。長い昼寝になるぜ。多分一生のな。ケーリー・マルケスってやつを知ってるか？俺のダチなんだ。やつは凶悪犯専用の特別棒流。特別棒か。うまい飯が出そうだな。お前は器物破損、傷害罪で一般棒だ。安心しろ。このデビルプリズンじゃどっちも同じさ。こんなもんを所持していたとは相当な悪だな。ただのアクセサリーさ。ちょっと大きさを間違えたんだ。かわいい面してかわいいこと言いやがる。体も引き締まってうまそうだ。おとなしく俺の言うことを聞いてりゃ悪いようにはしねえぜ。おめえこそうまそうじゃねえか。油がたっぷり乗っててよ。特別棒だ。特別棒に放り込め。おい、ここにケーリー・マルケスってやつがいるはずだ。知ってるか？あんた。お兄ちゃん。
あんたの無実を信じている人間からの依頼でな。無駄だよ。もうすぐ殺されるんだ。俺もあんたも。おお。ならメイドの土産ってやつだ。話してくれ。何があったのか。何度も話したさ。でも誰も信じてくれなかった。無理もない。犯人は悪魔だなんて言ったところで。悪魔？腹。俺自身信じられなかった。まさかあんなことが。お前の願いを叶えてやろう。どうした？願いを叶えてやろうと言ってるんだ。いい？願いはないのか。どんな願いでもいい。こんなチャンスはめったにないぞ。本当に俺の願いを。ああ、早く言え。じゃあ金をくれ。世界一の金持ちになりたい。それは無理だ。じゃあ権力をくれ。世界一偉い人間になりたい。ダメだ。お前のためにならない。じゃあ女だ。世界中の女を俺のものに。ダメだ。気が乗らん。ふざけた悪魔もいたもんだな。で、結局どんな願いを叶えてくれたんだ？ああ、確かに叶えてくれたさ。それは。悪いな。また俺の勝ちだ。もう一勝負だ。おいおい、いい加減にしろよ。そろそろ仕事の時間なんだ。おい、なんだよ。勝ち逃げかよ。死ねばか。叶えてやろう。お前の願いを。え？叶えてやったぞ、お前の願い。そんな、なんてこと。どうした？こいつは俺のせいだ。俺が殺したんだ。俺が。もちろん俺は本気で死ねなんて言ったわけじゃない。それなのにあいつは俺の友達を殺しやがった。事情は分かった。信じるぜ、あんたの話。あとはここから逃げるだけだが。さて、どうしたもんか。無理だって言ったろ。地獄よりひどい場所なんだ、ここは。何事だ一体。鬼ごっこだよ。だがただの遊びじゃない。捕まったら殺される。監視のやつ、俺たちを獲物にして楽しんでやがれ。たっぷり可愛がってやるって言ったろ。お前たちの歪んだ欲望に悪魔が取り付いたってわけか。綺麗な宝石ね。部屋のインテリアにちょうどいいかも。お前の願いを叶えてやろう。お前の願いを叶えてやろう。妙な悪魔もいたもんね。どうした？早く言え。じゃあ試してみようかしら。永遠の若さってのはどう？いつまでも完璧な美貌でいられるように。それは無理だ。じゃあ世界中の宝石をちょうだい。宝石のお風呂に入ってみたいの。ダメだ、気が乗らん。
じゃあせめてドレスの一着でも。ダメだ、お前のためにならない。使えないわね。じゃあ死になさい。お前たちは犯罪者だ。何が鬼ごっこだ、ふざけやがって。今警察本部に通報した。何？今度はお前たちが裁かれる番だ。逃げ出そうなんて思うなよ。何しろここは脱出不可能な地獄だからな。バカめ、俺たちはここを管理していたんだ。逃げ出そう方くらい分かっている。よし、ゲートを開けるぞ。ありがとうよ。あ、やっぱりうまいな、シャバの空気は。貴様！レイズ。へえ、じゃああのデビルプリズンから抜け出してきたってわけ。さすがね。まあな、俺もレイズだ。一体何があったの、コール？ま、いろいろとな。フルハウス。ん？悪いわね。悪いな、ロイヤルストレートフラッシュだ。ちょっと一枚多いんじゃない？ああ、おまけ付きだ。ふざけないでよ、イカ様に失敗したくせに。一度死になさいよ、あんた。その願い叶えてやろう。あいつだ、あいつが。おお、いい子だ。そっちから現れてくれるとはな。レディ、何者だこいつ。さあね、何でも願いを叶えてくれる気前のいいお面よ。ないのか。次はお前のためにならんだろう。てめえ、何企んでやがる。さあね、いずれわかるよ。お楽しみは最後にとっておくもんだぜ。見てろよ、探偵。で、これからどうする？もう誰もお前を嘘つき呼ばわりしない。
晴れて無罪が証明されたってわけさ。あんたにはいろいろと世話になった。本当に感謝してるよ。でも俺は刑務所にいた方が良かったのかもしれない。どういうことだ？まだ友人を死なせたことに責任を感じているのか？それだけじゃない。俺のせいで妹まで死んだんだ。妹？ああ、凛はもともと病弱だったんだが、俺が逮捕されてその心労がたたって病気が悪化したんだ。きっと俺のことを恨んでいるに違いない。その妹さんってのはサファイア色のお下げ髪か？ああ。妹さんはあんたを恨んでなんかいないさ。これは、俺は凛に買ってやったやつだ。どうしてあんたが？俺への依頼人がギャラの代わりに置いてったんだ。兄を助けてくださいってな。そんな、まさか。じゃあな。にしろ。それは無理。じゃあもう一度ポーカーで勝負だ。ダメ、気が乗らない。誰にだって過去はある。しかし問題なのは、過去ってのは決して輝かしいものばかりじゃないってことだ。忌まわしい過去と対峙したとき、その闇を払えるかどうかは、その後どれだけ実りある時を過ごしたかにかかってる。まあつまり、俺に何の心配もないってわけだがな。